ということで、うん、今日のゲスト磯村さんと聖夜さんも日頃から感じていらっしゃるストレスがあるかと思います、うん、事前にフリップに書いていただいておりますのでお二人のストレス発表していただくことにいたしましょうさあお二人のストレス一斉に見ていきますフリップオープン、うん、さあまずは磯村さん長文ですね読んでいただけますかはい えー「ちょっと待ってくださいね」が全然ちょっとじゃないときはい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 ありますね、まあ、これ詳しく言うと結構いろんな場面であるんですけど特に撮影現場とかで、あのー、ちょっとそのお昼休憩があって休憩後のシーンで、まあ、気になる点があったんで。 ちょっとその休憩入る前に助監督さんにあのこの辺が気になってるんですっていうのをちょっと監督に伝えていただきますかってあ分かりました、ちょっと待ってくださいねみたいななって、うん、で大体、それって,だって昼休の間に返答返ってくるんですけど全然あの、昼休の間全く返ってこなくて<ー>でもう我慢できなくて自分から聞きに行くっていうことがあったり。その ちょっとって結構よく対応すると思うんです。はいはいはい電話越しとかでもはいはいはいちょっと待っといてちょっと待ってくださいねって言ってそこから15分ぐらいずっとあのメロディーだけが流れつけるとか要待ちましたね全然あるんでちょっとじゃないなってあのカーペンターズとかねうテン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 ねねねねねとかね愉快な古い病院とかはね。 「ちょっと」の定義をね決めてもらえるともう少しストレス軽減できるかもしれないですね大体約5分ぐらいお待ちくださいとか言っていただけると「分待待つかっててなるけどどこまで待てまですちょっと」って言われて「マックス」 でも15分は頑張ったんで15分はいける。15分確かにね。もうそれちょっとじゃないと思うんですけどね。<ー>どれぐらい大丈夫ですか、瀬尾さん。いやでこのなんかしお仕事してたら結構多いじゃないですか。もうです、ね、ち,ょちょっとお待ちくださいっていう、うんうん、でもわかるんですよね。その絶対ちょっとじゃないやんっていう顔色というか <laughs> <laughs> あも、もう申し訳なみたいな,な。なるほどね。そうなんですよね。このなんか。 うん、まあ、名前だし、ややこしいですけど、<laughs> も浜田さんとかギリギリで来られるんで、その。<laughs> その挨拶とか、<laughs> うん、浜田さんのマネージャー、あ、あの、もうすぐ来ますみたいな、うん、全然来ない。はい。<laughs> それ仕方ないですよね。仕方ないですね。いや、いろんなちょっとがあるなと思いますが、じゃあ、あいやさんのストレス内容は何なんでしょう、はい。もう花粉か風か分からんねんですね。もうこれもうマジのストレス。もうこの時も、もうほんま花粉に腹立って。うん 書かしてもらいましたへ、えー、花粉症なんですね花粉症の方いないですかいや、花粉症ですよえぇ、ー、いや、もうすごいんですよ、花粉が毎年で、花粉のややこしいのって、うん、その、花粉か風邪かわからないぐらいしんどいんですよ、うんうんね、なんか熱も出るしほんで、この鼻水もね、そのなんかな,なんか この鼻水で大体ジュルって出るじゃないですか花粉のやつってなんか気持ちいいだからなんかいつもの鼻水がクーって感じやったら花粉ってスーンって出てるんですよ<ー>サッって出るんですよ<ー>え何これってなって急に喋って,てツッって出るから <laughs> で何これってなって花粉の薬飲むんですけどな,なんか治らんなと思ったら風邪やったりもするし、えー、咳も出るんですよ花粉っててこの前も <laughs> って出て,て。 いや、花粉なんで花粉なんでみたいな一応マスクはしてたんですけどほんで結構次の日ちゃんとインフルエンザやったりとかもう分からんわっていう花粉でまあ一応誰にもつらんかったんですけどまあそういう話でしたあ切りましたね自分、はい、そういう花粉の話でした